挑戦もあるので、はい、まあ、なるべく汗さえ 100%、120% ぐらいしっかり直してから戻っていきたいと思うので、まあ、自分も自分のせいという気持ちはありますし、はい、皆さんに見てもらいたい気持ちはあるんですけど、まあ、ゆっくり田舎に回ってもらえると嬉しいです。あと先ほどね、久しぶりにどうなんだろうって、こういう経験があって苦しい、でもお話聞いてるといろいろ違った意味で前向きなものを得られる立場が見えるんですよ。どうでしょうか。そうですね、結構前向きにポジティブに受け止めています。まあ、受け止めるしかないので、まあ、さすがら何かを学ばないといけないので、まあ、今回はいろんな出会いもあったり、トレーニングも充実してたり、まあ、頭のメンタルでもすごくリフレッシュできて、いい時間が過ごせたので、もちろん怪我をして、まあ、こういいことはないですけど、まあ、この時間を使って、まあ、自分が成長することにしっかり使えたかなと思います。こういった話聞いてるとね、どん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 気持ちが入っていっちゃったから終わんなくなっちゃうじゃん。だから一つ質問ありますか。何いやいや、OK、OK、何の手挙げたの。何お前何聞いてんだよ。いや、全国も優勝できますかっていきなりね、これ厳しいな。全国も出てほしいと思いもあるけど、もう焦っちゃいけないです。そこら辺はどうなんだろうっていうところですね。そうですね、まだ全国に出れるかどうかもわからないので、はい、正直まだあまり考えてないですね。考えてないんだよ。来年の目標としては、はい、マスターだったりグランドスラムを取るっていうことには、はい、変わりはないんですけど、まだ今はまだテニスがしっかりできてないので、はい、もうちょっと回復してから1週間ずつの経過を見ながらなので、ちょっともう少し待ってください。待ってください。すげえよな。でも最後に、なんか僕はこの時期を通してテニスっていうプロとして世界で戦う期間というのはもっと長引いたような気がするんですよ。プレッシャーが一回解放されて変な感覚もあるし、あと自分ではこのプロとしてどのぐらいの感覚を持ってらっしゃいますか。そうですね、なるべく伊達さんぐらいプレーできるように。伊達さんできるか。冗談ですけど、伊達さんに関してはもうミラクルなので、彼女じゃないとできないと思いますけど、まあ、でも言われた通りこの時間をすごく有意義に使えたので、まあ、体をしっかり作るいい時間が使えたと思うので、まあ、最近のフェデラーも36歳ですし、みんな結構35歳前後で活躍している選手もいるので、そういった意味では僕も刺激されて、まあ、できるだけはやりたいですね。いや、もう全員の思いは帰ってきてありがとうございます。